長誠君。おはようございます。質問の機会を与えていただきましたことに御礼を申し上げます。さる10月18日までの、のまでワシントンで開催されました G20 財務大臣・中央銀行総裁会議におきまして、閉幕後のプレスリリースで以下のような表明がなされました。グローーバルルスステーブルコインが政策及び規制上のの一連の深刻なリスクを生じさせている ことになるここでいうステーブルコインは主に facebook が来年発行しようとしていたリブラを想定していますアメリカでは信託銀行やカストディの使用資金移動業のライセンスの取得などの要件をクリアするとステーブルコインとして成立するそうでありますステーブルコインは法定通貨に裏付けされているものでその意味で暗号資産と違いステーブルであるつまり安定していると言われています ただ他にも金や原油などの実物資産の価値に裏付けされたものや仮想通貨やトークンなどを担保にしているものもあります。また担保もなく貨幣数量説に基づいて需給に応じて発行量を調整するものまであります。まあ、ここまで来ると果たして本当にステーブルなのかという疑問も湧きますが、まあ、ともかくしっかりと法的に定義した上で規制する必要があると思われます。 まずもって、日銀としてステーブルコインの定義をどのように考えているかお伺いいたします日本銀行、池田理事。お答え申し上げます、えー。日本銀行といたしまして、えー、ステーブルコインを特に定義しているというわけではございませんけれども。 FSB ・ FS 金融安定理事会、あるいは G7 作業部会の報告書などによりますと、ステーブルコインとは暗号資産のうち、法定通貨建て資産、またはそのバスケットなどの裏付け資産を確保することによって、その価値を安定させようとする仕組みを備えたものとされていると。 いうふうに承知をしているところでございます長嶺誠君、はいえー、Facebook が発行を予定したしていたリブラの仕組みについては、えー、まず Facebook のユーザーが販売業者から法定通貨まあ例えばドルでリブラと交換をいたしますで販売業者はドルをリブラ協会に入金しリブラと交換をいたしますリブラ協会とは、えー、大手の金融業者による運用コンソーシアムであり リザブー資産として法定通貨を銀行預金や短期国債などで安定的に運用します。このことでレートが安定し、陶器的にならず、よって決済手段となりうるということになります。このリブラに対し、冒頭述べました通り、G20 は強い懸念を示したのであります。トランプ大統領も信頼性に欠けると批判をし、10月に行われたアメリカ議会の公聴会で、マーク・ザッカーバーグ会長兼 CEO も、 規制上の懸念に完全に対応し、適切な承認を得るまで、リブラのサービスを開始しないという答弁に至ったところでございます。そこで黒田総裁にお伺いいたします。リブラの規制上の懸念とは、具体的にどういうものでありましょうか黒田春彦総裁、えー。リブラといった、いわゆるステーブルコインには、 コストや決済時間などの面で課題のあるさまざまなグローバルなクロスボーダー決済を改善するという面もありますしまた金融包摂いわゆるフィナンシャルインクルージョンを促進するという可能性もございますただそうした便益というものはマネロンあるいはテロファイナンスさらにはサイバーセキュリティ市場の健全性データ保護 消費者投資家保護税制上のコンプライアンスなどさまざまな課題あるいはリスクへの適切な対応がなされて初めて実現するものであります。また実はこのスキームに関する法的な明確性についていろいろな議論がありますしまたその健全なガバナンスあるいは厳格なリスク管理体制の確保ということが大前提になるわけですが。 これらの対応が不十分なままステーブルコインを発行するというのは適切でないということであってその面は G7 あるいは G20 などでもそのように述べられているわけであります。さらに申し上げますと巨大な顧客基盤を持つステーブルコインの復旧がグローバルに仮に進んだとしますと金融政策や金融システムの安定にも影響を及ぼす可能性があります。 このほか競争政策上の問題も引き起こしうる点にも留意が必要ではないかというふうに思わ、ね、れますこるいいでてとろござ日本銀行は民間のイノベーションというものを重視しておりますけれどもステーブルコインについてはやはり内外の当局者と協力しながら引き続きリスクや課題に対する対応を行ってまいりたいと考えております。 長嶺誠君関連して金融庁にお伺いいたします日本は世界に先駆けて仮想通貨を資金決済法で規制をしましたリブラはこの仮想通貨の定義には当てはまらないのでしょうかリブラに対する様々な懸念は資金決済法の規制で解決できないものなんでしょうかリブラ固有の課題など具体的にお示しいただきたいと存じます金融庁中島企画市場局長お答えいたします リブラをはじめとするいわゆるステーブルコインについては異ななるる金融サービスの性質を兼ね備えてているといとった指摘がなされております具体的には例えばある利用者から別の利用者に送金を行うような機能すなわち資金決済法上の資金移動業のような性質のほか利用者から資金を預かりそれを送金に用いたり払い戻したりする預金のような機能すなわち銀行法上の銀行業のような性質 さらには利用者から預かった資金を運用し収益を利用者に分配するような機能すなわち投資信託法や金融商品取引法上の投資信託 MMF のような性質などを兼ね備えているという指摘もございます。したがいましてステーブルコインの発行主体やその取扱い主体に課される規制は個々のステーブルコインやそれに関する枠組みの具体的な内容に応じて判断していく必要があり リブラの詳細が明らかとなっていない現時点において国内で課されうる規制について一概に申し上げることは困難と考えております。なおグローバル規模で用いられるステーブルコインについては G7 や G20 などの国際的な場においてもマネーロンダリング対策利用者データ保護などに関連する多くの重大なリスクが生ずるという指摘がなされており金融庁といたしましては 財務省や日本銀行とも連携しつつ国際的な議論に積極的に参画し必要な検討を進めてまいりたいと考えております長峰誠君はい、えー。ザッカーバーグ氏はアメリカ議会公聴会でリブラの延期を表明しましたが、えー、同時にこうも言いました中国がリブラと同じような構想を数ヶ月で打ち上げるだろう、えー、実際中国人民銀行の幹部も 中国人民銀行はリブラを注視していると述べていますリブラはあくまでドル基軸体制の中で生まれることになりリザーブ資産もドルを中心としたものになるでしょう中国から見るとリブラによってドルがさらに力を持つと考えているのです GTNT はこぞってリブラを批判しましたがその底位は同省異務でしたアメリカはグローバル企業対国家の通貨主権の対立と捉えたのに対し中国はアメリカのドル基軸体制が強化されると 捉えたのでありますさて人民銀行は、ビットコインの誕生を受け、5年前からデジタル人民元を研究をしています。これにより、元の国際化を進めようと考えています。9月には、11月11日、独身の日でございますけれども、この日から深センで社会実装を始めると報道されていましたが、まあ、今のところ、その動きはございません。デジタル人民元はどのようなもので、どの程度まで開発が進んでいるのか、お伺いをいたします。 池田理事、えー、中国におきましては、現金に代わるデジタル通貨の発行が検討されているものと認識をしております、えー。その仕組みについて、現時点で必ずしも詳細が明らかになっているわけではございませんけれども、中央銀行が民間決済事業者向けにデジタル通貨を発行いたしまして、 民間決済事業者がリテール向けのデジタル通貨の供給を担うといったことが想定されていると承知をしております現時点ではあのご指摘のとおりなお検討開発段階にございましてその発行時期等は明らかでございませんけれども日本銀行としては今後ともその動向について注視してまいりたいというふうに考えているところでございます 長嶺誠君、まあ、あの現時点では、国際金融通貨体制の中で、え中国の存在感というのは、アメリカに大きくまあ劣後していると言えると思います。しかし、ICT の世界ではです、ね、その差は相当程度縮まっている、もう今、同レベルまで来てるんではないかという認識を持った方がいいんじゃないかなと思います。その意味では、デジタル人民元がです、ね、このゲームチェンジャーになる可能性というのはないか、大変危惧をいたしております。 リブラがなぜ市場から期待されているかというと、国際決済の時間とコストの問題でございます。個人間でも企業間でも、海外送金には長い時間と多額の手数料がかかります。国際決済には、国際銀行間通信協会、まあ、通称 SWIFT を通さねばなりません。送金は複数のコルレス銀行を経由して行えるため、それぞれの銀行で手数料が発生をいたします。この問題を解決するイノベーションは、まあ、多くの人に求められていると考えます。 中国からは世界中に多くの家境や労働者が渡航をいたしております。デジタル人民元が送金や決済の通貨として使えるのであれば、その便益はとてつもなく大きいでしょう。現在でも電子決済が末端まで普及している中国で、国際決済もデジタル人民元で行えるとなれば、瞬く間に人民元経済圏を拡大していくのではないかと考えます。 デジタル人民元が中国の覇権を強化し得るものになる可能性はあるのか、黒田総裁にご見解をお伺いいたします。黒田総裁、今ご指摘になったような点についてさまざまな議論がいろいろなフォーラムで行われていることは事実でありますけれども、日本銀行として 国の,の通貨政策あるいは通貨主権についてコメントするというのは必ずしも適切でありませんので発言は控えたいと思いますその上で申し上げますとですね日本銀行としては実は世界各国におけるデジタル通貨に関する取り組みあるいはその影響について今後とも注意深く見てまいりたいと思っておりますし ご承知のように先進国の中ではですねスウェーデンの中央銀行がかなり前からデジタル通貨の発行を検討しておられますその他いくつかの国でそういう動きがあるということも事実でありましてそういったことも含めてよく情報を交換しその影響については注意深く見てまいりたいというふうに思っております。なおあの主権国家の 発行するデジタル通貨はリブラのような民間団体の発行するデジタル通貨と根本的に違っておりますので同じように扱うことはできないと思いますけれども同じような問題も引き起こし得るという点は事実でありますのでこの点も実は G20 で,ですね議論になりまして引き続きですね G20、G さらには G7 も含めてでしょうけれども、議論が行われていくというふうに思います長嶺誠君、はい。今、総裁おっしゃったとおり、スウェーデンの中央銀行、リクスバンクは、2021年ですか、再来年ですね、にもデジタル通貨の e クローナを発行する予定というふうに伺っております。でかつ先ほど中国が今年のの独身の日に 新鮮で社会実装をやると言ってたってことはおそらく技術的にはもう相当なところまで来てるんではないかなというふうに考えております。で翻って日銀ですけれどもこのデジタル法定通貨デジタル円と言っていいんでしょうかこれについてどのような検討を行ってらっしゃるのかかつてあのブロックチェーン技術が出てきた時に日銀の中になんかそういう組織を作って検討 4年か5年ぐらい前ですかね、始められたというふうに伺っておりますが、そのデジタル法定通貨について、どんな検討を行われているのか、お伺いいたします黒田総裁ご案内のとおり、我が国ではで、現金流通高がなお増加しているような状況でありまして、現状、中銀、いわゆる中央銀行のデジタル通貨の発行を 求めているというふうには考えられませんけれども将来デジタル通貨発行の必要性が高まったときに的確に対応できるように日本銀行としてもデジタル通貨については調査研究を進めております具体的に申し上げますと技術面では ECB との共同研究でプロジェクトツェラというものをやっておりましていわゆる分散型の あ、大腸技術に関する調査研究を進めておりますえ、これまで3本の報告書を公表いたしまして、名古屋における様々なイベント、あるいはコンファレンス等でですね。その研究成果を説明しております。また、法律面では情報技術が急速に発達するもとで、仮に日本銀行がデータ通貨を発行する場合に、どのような法的な論点があって、それについて。 どのような解釈が成り立ちうるかということについても検討を進めてきたところでありまして、その検討結果は今年の9月に金融研究所から報告書として報告書として対外公表しております。この間、いわゆるフィンテック企業あるいは銀行など民間部門が発行するデジタルマネーも多々ある中で、日本銀行としては中央銀行のデジタル通貨に関する 調査研究を進めると同時に、こうした民間マネーの利用を促進していくことで、中銀デジタル通貨が目指す決済機能の向上の実現を達成していくことが重要であるというふうに考えております。したがいまして、今の時点でですね、円のデジタル通貨を出すという計画があるわけではありませんが、あのいつでもですね、そういう必要が出たときに対応できるような。 調査研究は進めているということでございます長嶺誠君、はいえー、イギリスの中央銀行であるイングランド銀行のカーニー総裁は、8月のジャクソンホールの講演で、えー、名指しこそ避けたものの、トランプ大統領の保護主義を批判し、その力の源泉となっているドル,ドル基軸体制による支配の変革を訴えました。 同時にドルから人民元へ派遣が入れ替わるぐらいならリブラを容認する方が好ましいという見方を示されました。まあこれあのほかなほかではなくてイギリスの中央銀行総裁からこういう発言が出たというのは大変なまあ驚きだと思います。ただまあこれ G20 に先立つ発言ですからその後 G20 でまたいろいろ議論はされたと思うんですけれども、まあその上でですねカーニー総裁は合成派遣通貨 シンセティック・ヘゲモニック・カレンシーという考え方を提唱しました。まあ、詳細は言及されてないんですけれども、まあ、ブロックチェーンなどの技術を活用して、中央銀行がデジタル通貨ネットワークを通じて、まあ、公的セクターによってデジタル通貨が法定通貨として提供されるイメージのようでございます。このカニ総裁のアイデアを黒田総裁はどのように評価されるかお伺いいたします。黒田総裁 このーニー総裁の構想というものは複数の法定通貨を裏付けとしたデジタル通貨を中央銀行が協力して発行するという構想のようであります。ご案内のように IMF に SDR という国際通貨がありましてです、ね、これはもう50年ぐらい続いているわけですけれども。 現在は SDR の構成バスケットっていうのはドルユーロ円ポンドそして人民元という5つの通貨のですね一定の割合で SDR というものを作ってですねそれを国際決済各国間の国際決済に使えるようにしているわけでありますがえ この SDR についてその市場でもです、ね、使えるようにしたらどうかという意見が昔からあったんですが、えー、これは結実しておりませんあのカーニー総裁の発想はこの SDR を実際にその民間の人たちがデジタル化した形で使えるようにするという構想とよく似てると思うんですけどもそういう意味であの全くその何かその <laughs> 変わったです、ねえー、ことを言われたというのではなくてです、ね、従来からあるドルだけに依存した国際通貨体制をです、ね、もう少しそのバランスよくです、ね、いくつかの主要な通貨のバスケットのようなものを SDR のようなものを国際的な取引に幅広く使うことによって えー、ドルに対する過度な依存があ一方でその米国に、まあ、恩恵も与えているんですけれども負担も与えているとでそれが国際通貨体制が米国の財政金融政策によって大きく影響を受けるということを是正しようという動きが従来からあるわけですがカーニー総裁の話は まあそういったことの流れの中で、リブラが出てきたということもあって、ですね公的なところでそういうことをしてはどうかという話だと思うんです大変興味深い話ではあるんですが、先ほど来申し上げたように、SDR 自体ですね、もうずっと作られて50年ぐらい経ってるんですけども、各国間の決済には使われてるんですけれども、ある程度ですね。 えー、しかし、民間では使われていないし残高も、まあ、あのリーマン・ショックの後に倍増したと思いますけれどもその後、あまり大きく伸びていないということですのでこの構想がです、ね、実際になんかこう実現するという可能性はなかなか難しいのかなと思います,思いますがあのこういった技術革新の成果をです、ね、中央銀行が 活用してです、ね、世界の安定につなげていくっていうこと自体はですね大変あの結構なことだと思いますそういった意味で日本銀行としては先ほど申し上げた ECB との共同研究さらにはですね <laughs>、まあ、あの香港金融管理当局とですねクロスボーダーの DVD リンクの構築を進めております、まあ、こういったことも含めて日本銀行としてはデジタル社会にふさわしい 中央銀行間の協力を今後ともさらに高めていきたいというふうに考えております。長嶺誠君、はい、以上で終わります。熊谷。